はい、皆様おはようございます。本日11月の3日金曜日ということで、収録でお届けしています。本当はね、11月の3日は2日の日から防災キャンプをね、天日小学校でやっててね、私もひろこさんもちょっとそちらの方に行かなきゃいけないので、今日は収録でお届けします。楽しいキャンプが防災につながるをテーマに、防災情報チャンネルです。沖縄 B キャンプです。災害防災キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を今日も三重橋にあります FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています。本日のパーソナリティは私アーリーことボラチューアーリーこと有村博勝です。よろしくお願いいたします。ですね、ちょっとこういう、まあ、さっきじゃ紹介しちゃおうかな。今日はね、また寂しくも2人で、お届けしていますが、コメンテーター兼ミキサーで、畑瀬ひろこさんです。パチパチパチ、よろしく。パチパチ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。人も犬も猫も幸せな街作りたい沖縄の、代表理事、そして災害プラットフォーム沖縄では共同代表理事をしております、人とペットの防災士、畑瀬ひろこです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ね、あのひろこさんも付き合い長くなりましたね。もう放送始まって何年になるんかな。何年やってるの、これ。何年やってるの、3年以上やってるよね。そんなにやってんの。やってるやってる、すごいですね。まあ、うん、まあ、前半はね、ちょっとね、稲垣さんがいたりね、いろんなことやってたけど、はい、最近はなんかもうパーソナリティ2人でやってるよね。本当ですよね。まあ、ちょっと次からもゲストとか入れてまたやっていこうかな。うん、はい、はい。今日パーソナリティさせていただきます私アーリーことボラチューアーリーことアーリー有村博勝ですが、ひろこさんと一緒に2人で、ドタバタと一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の共同代表理事をしています。まあ、HDC ね、人も犬も猫ももう関係があって、キャンプ組合なんちゃって理事もやっています。そういう意味ではその我々の仲間同士でお互いに何かを保管し合ってるみたいな感じですかね。はい。まあ、ちょっと私も最近はもうワンワンゴミ拾いとかね、ワンコが調子悪いもんだからなかなか行けなくてね、ちょっと最近少しね、ご飯の時元気なんだよね。歩いてくれてるから。でも自分で起きれないのは困る ね。そうですね。まあ、そこだけですけど ね、まあ、長生きしてほしい。本当本当、最近やっぱガタが来たのかな。車の調子も悪いし、ワンコの調子も悪いし、本当だ、自分も悪いし自分の体の調子も悪いしどうなってんだろう、ね、やっぱりこういう季節柄かしら。まあ、ね、秋だね。まあ、そういう意味じゃ、まあ、皆さんもね、体調に気をつけてね、あの過ごしていくようにしましょうね。今日の天気と言いたいところだと、今日は残念ながら天気は言えないので、はい、11月になるとね、やっぱりこう肌寒くなってくる季節なので、10月の日は結構冬な、秋が来たなとか、そろそろ立冬だなとかっていう話題をね、お話ししましたけど、はい、今日はね、やっぱりちょっともうそう11月にも入って、3日にもなるので、そろそろ年末カウントダウンが近づいてきたなって感じだよね。年末ですよ。年末ですよ。どういうこと年末ですよ。もうクリスマスの用意してる。23年終わっちゃうっていうね。終わっちゃう、終わっちゃう。まあ、今年はね、ちょっと私はもうそれもあるんだけど、災害、宜野湾市の地域防災リーダー養成講座、これがなんか11月になって12月になって、はい、わ、終わるんだって思うとなんか寂しくなるね。まあ、そうね、寂しくなるっていうか、まあね、まあ、前回ね、前回の前々回の放送かなんかで、やっぱりこういうチームワークが取れてきて、私たちの団体も少しこうまとまりが出てきて、っていう話をしてたから。でもだってさ、DMBOもうな、3年、4年目、そうそう、4年はなるよ。4年目か、うん、4年目だから、来年の春で4年超える。あ、そうかそうか。だからやっぱりね、まあ、3年ぐらいはこうなんか ね足踏みでどうとなっちゃうんだみたいな ね、そうね、そんな、そこを乗り切ると、なんかみんなちょっとやる気になってきてっていうか。そうだね、こうちょっとね、まあ、いいタイミングで今回宜野湾のやつが出てきたので、そうですね、みんなを巻き込んでるしね。全員巻き込んでるからねそうそう、全員以外に会員もなってない人まで巻き込んでるそうすごいよね、それでね。まあ、そういう意味では今年はすごくいろんな当たり年で、いろんなことがあった年かな。そうですね、まあ、変化の本当にね、年でもあったかななんて、そうですね、だと思います。まあ、そういういい1年になってきてるので、締めくくりもあと残り2ヶ月間、頑張って楽しんでいきたいと思います。はい、で防災ニュースチェック、ちょっと一つだけ挟みますね。はい、10月は津波が結構ね、あの気象台のメッセージからもあるんだけど、
やっぱり雨の情報がね10月11月結構あちこちであって、うん、でこれあの今年の4月あ6月かな糸満の塩平の小学校の近くで、うん、県道82号線が大雨で冠水しましたっていう情報がね、うんうんうん、新聞に載ってってね、うん、でこれはちょっと、ね、紹介したいなと思って今日取り上げてます、はい、でというのはねこれあのすごいお金かけて道路の改造工事をしたんだって。糸満 6億5000万円の薄い管の送水のね、うん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 、工事をしたらしい、うん、でところがやったけどもかさ上げしたところは水はたまらなかったけどもそれの前後の方がまた水がたまっちゃったみたいなね。あ、なるほど、うん、まあ、あるあるなんだよね、うん、公共工事あるあるでねちょっと皆さんに写真を見せできないけどね、うん、こんな感じでねもう沖縄とは思えないぐらいで ねなんていうかもうアパートのマンションの1階の部分までギリギリで床上になりそうなところで車が半分使って人の腰まで水が来てるみたいなね、うんうんうん、まあ、これ記録的短時間大雨情報というのが出て、はい、でそれでこういうふうになったっては言うんだけど、うん、しかしやっぱりねこれ想定外想定外って言ってそういう自然災害を全部想定外で片付けるのはやめてほしいと私は思うんだけど、台風6号だってね、うん、やっぱりちょっと人為的な、ね、災害の側面もなきにしもあらずなんだよね、うんうんうん、備えてなかったという意味では、はい、確かにね、うん、停電がずっと続いてしまったとかね、うんうんうん、でそういう意味で台風は沖縄では慣れてるはずなのに、うんうん、やっぱりこうやって被害が広がって、うん、停電期間が延びたっていうのは、うん、やっぱりその想定外ということでちょっと高く食ってるところがあるんだよね、うん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 、まあ、だからこの糸満のこのニュースに関してはね、はい、あのなんていうかなその公共工事でお金かけりゃいいっていう問題じゃなくて ねやっぱりちょっとそしたらもっとなんかそこに秘めた対応の仕方って なかったのかなっていうふうになんかピンポイントでいつもその何に冠水してるそこを直したけどもっともっと引いてみたらここもじゃんみたいなそうっていうところですよね。結局これねあの実はね沖縄県と糸満市で揉めてるらしい、ね、要するにこのルートの工事したのは、うん、その高台をちょっとかさ上げしただけじゃなくて、うんうんうん、そこの排水をなんとかしなきゃいけないんで、うんうん、生活排水を流すための側溝を掘って、うん、出口を海に流すようにしたんだけど出口にマングローブがもう繁茂しちゃって、うん、出口がうまく出なかったみたいな。なるほど、これは県の責任だって糸満市言ってて、うん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 、でお互いにこう責任なすり合いしてるっていうかな、うん、まあ、なんていうかなその、まあ、そんなこと分かってんだろうって言いたいんだけど ねやっぱりそれがちょっとなかなかねそうやってる方からすれば人のせいにしちゃうんだよな、ね、人のせいに私そう明日まあ明日じゃない。要は明日では。あのそのねリーダーの今養成講座やってるじゃないですか。はい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 、それでなんかほらリーダー像っていうね、うん、のがあって、そこであのみんなに話そうと思っているあれなんですけど、うん、なんかなんだかんだ言ってリーダーってやっぱり覚悟がある人。そうだね。うん、だと思うんです。覚悟で大事で。そう。まあそれはねそれこそあの本当にこうね、飛行機に乗っているっていうまああの。うん、キャプテンとかもそうだし、まあ、客室乗務もそうだしっていうお客様の命を守るっていうところの、まあ、覚悟がなかったらできない仕事ですよ ね、まあ、表に出てるのはサービスをするっていうところなんだけど、うん、なんかあったらやっぱりね自分たちが守るっていうでそこのやっぱり覚悟だと思うし、うん、でその、うん、業務だけじゃなくって、前もね話したそのチームっていうところでの、うん、なんかそれこそほら、新人とかにもじゃあこれこの仕事お願いねって言って任せないと人は育たないわけで、そうだね、うん、で育てたら育てたじゃない任せたらやっぱりそこはなんかその子がね、何をやっても自分が責任を持つよっていう、うん、そこがないと任せられなかったりしますよね。それ実践にその場でお客さんもいるわけだからね。そういうところでね私すごいあの本当にこう私が、3年目の時に出会った先輩がいてもうその人があのね、チーフパーサーになるその、なんていうの訓練みたいな、うんうんうんまあ、実践でやるんですよ、うんうんうん、その実機でね、うんうん、お客様ももちろんいてっていうところでなんか突然 そのねあの3年目になった時にある人にチーフパーサーに今日はなんかあなたに全部任せるからって言われていきなりその、まあ、全部ってサービス面とかね、はいはいはい、コーディネートとかそういうのを任せるからって言われて、はい、と思ってであの何があっても私が責任取るから大丈夫よって言われたんですよ、うん、うわなんだこの人と思って超かっこいいしと思って、うん、だからまあね何かあってもその人がねやって今責任を取ってくれるっていうそこもあってあのちゃんとそこではねできたっていうところがあるんだけどそういうこうその人の
リーダー像が私にはあるわけ。あ、とってもとっても、ね、あるだろうね。そう、そういう人になろうって思ったんですよ、その時にね、まあ、人生の上でもそうなんだけど、だからそれは本当に覚悟、自分の中で覚悟がなきゃできないことですよね、うん、そういうのでさっきのそのね、なすり合いじゃないけど覚悟しろよって感じですよね。そうそう、そういうことよ要するに覚悟するということは、うん、想定外がないのよ。何があってもそれに対して責任を取るということだから、要するにそのお役所仕事って言ったら大変失礼だけど、うんうん、やっぱりこう国もそうだけど、うん、想定をしたからこれ以上私の責任じゃありませんみたいな、逃げだろお前って飛行機乗ってたら実際に現場にいる人たちって逃げられないんだよ。そうですよ、もう実際にその起こってしまう目の前で事故や事件やね、うん、そういうのが起こってしまった時に、うん、じゃあそれをどう対処するのかっていうことを考えることが仕事だろうね。本当本当だからそういう意味でそういう今回のね、私が紹介した糸満の事例って、決して私はそのお金をたくさん使って工事したから、それでも雨が溜まったっていう話ではないね。ね、ですよね。本当。やっぱり大事なことはそういう。ね、こっからちょっと学ぶというか課題。そうです。ね、もっと違うところにあるよって。問題点はね、問題点はそこ、だからやっぱりそういう災害の現場ってさ、何が起こるか本当分からないんだよ。本当だから、そこがそこに対応できてるかどうかっていうのがリーダーの問われる資質に問われるところだよね。やっぱこれぜひちょっと、まあ、明日の話って今日は11月の3日だけど、はい、明日の話だけど、それはぜひ伝えておくべき大事なポイントだよね。すごい大事なポイント、はい、リーダーとしての一番の大事なポイントはそこだと思う、想定を自分が想定してなかったからできなくて当たり前だったんだとか、ね、マニュアルに書いてないからできてなかったのなんてことはね、口を下げても言っちゃいけないよね。言っちゃいけないね。まあね、そういう意味では今回の事例はそういうことをご紹介したかったんですね。じゃあそのついでにこのコーナーの最後の締めくくりで、はい、さい気象台からの防災メッセージね、10月分を用意しちゃったんで、11月なんだけど10月分というのはね、ちょっとこれも11月でも起こりうる話なので、津波の仕組みがね10月は結構書かれてたんだけど、はい、その中でも特にね一発大波っていうのがあるんですよ、これはちょっとなかなか私も日頃はあまり聞かないので少し紹介したいんですけど、一見穏やかな海でもうねりによって一発大波と言われている思いがけない大きさの波が襲ってくることがあります。天気が良くても台風が遠くにある場合には注意が必要です。海へ出かけるときには十分に気をつけましょうというのが、はいさい沖縄気象台からの防災メッセージなんですが、要するにね、その台風が来てるとかさ、そういうそのなんか地震があったから台風と津波が来ますっていうのは大体こう、発生源が予期できてるんだけど、この間ね、あったみたいに、震源が地震が起きてないのに津波が来たとかっていうパターンとか、でこれまあ東北の方で台風があったりした時の一発大波なんだけど、海ってね不思議なもんでね、波の伝達方法っていうのはなかなか不思議で、そう均等に伝わってくる時とそうでない時があるからね、静かで忘れた頃にドワッと、すいませんちょっとマイクが壊れそうだった今ドワッとね押し寄せてくるみたいなね、波もあるから、そういう意味ではその海をよく知っている人たちはそれわかるんだけど、あの船乗ってると特にね、あの予期せぬ方向からね三角波が来たりするんだよね。三角波って知ってる？こう両方からってことですか？うん、じゃなくてね、三角波、波がね三角になって押し寄せてくるの。三角になって押し寄せてくる。そう、要するにこれはもう逃げ場がない。普通うねりっていうのは、上り口と下り口がこうあって、穏やかなこうね、なんていうかな、盛り上がりがある、ところが三角波っていうのは盛り上げが鋭角になってて鋭く立ち上がってるの、それは風の影響と他からのうねりが重なってて、何かの拍子で出来上がってくるものだよね。その三角波っていうのは津波と同じようにさーっと押し寄せてくる、でこれを船の船長が見失って、その三角波を右斜めもしくは真横から受けてしまうと、間違いなくどんな大きな船でも転覆する。へー、そういうその三角波の恐ろしさっていうのはやっぱ船乗りだったら分かるんだけど、それが陸地にね、もしその三角波状態のものが大波が押し寄せてきたら、あっという間に港の中に
水が入り込んできて、で港を歩いてる人たちの足をすくって沖に流されていくみたいなね、恐ろしいのがあるんですよ、まあ、これが大波というのと三角波とは少し性格が違うけども、やっぱ同じように海っていうのは侮れなくて、私たちが想像する以上の変な動きをしている時があるということですね。だってあれだけ広いんだから、あれだけっていうかもうね、そうなんだよ、何が起こるか分かんないそうそう、気まぐれだから女性の心よりももっと気まぐれだよ本当ですよ、読むのは大変ですよね、本当に。まあ、私は女性の心を読めないと思ってるからもう諦めてるけどまあそういう意味でその海もすごい気まぐれでね、分からないっていうお話をさせていただきました。ちょっと一回ここでジングル入れてもらっていいですか。はい、はい、いいです。キャンプ沖縄事業協同組合の宮平です。キャンプ沖縄事業協同組合は防災キャンプの活動を災害プラットフォーム沖縄と共に取り組んでいます。キャンプは楽しいだけではなく、食事や空間を参加者や地域と共有することで生きる力、自治の力、共同の力が育まれます。防災キャンプに取り組みたい方はぜひご相談ください。また防災以外にもキャンプ沖縄事業協同組合は自然と自在になるを活動理念に掲げ、キャンプを通した教育・研修事業、キャンプ場の企画運営、その他土地の利活用、屋外の場作りのコーディネートやキャンプを通したプロモーション事業などを行っています。キャンプに関する相談を受け、適切なキャンプ関連事業者へつなげる役割も担っています。詳しくはインスタグラム、ホームページでキャンプ沖縄事業協同組合と検索していただければ幸いです。皆さんと一緒にキャンプができることを楽しみにしています。78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.はい、帰ってまいりました。沖縄 B キャップです。楽しいキャンプが防災につながるをテーマにお届けする防災情報チャンネル、沖縄 B キャンプです。災害防災キャンプやコミュニティ、それに まつわる情報を今日も三重橋にある FM アのスタジオから収録でお届けしています。今日はパーソナリティアーリーです。よろしくお願いいたします。それじゃあその中間のコーナーですね、キャンプで防災のコーナーになります。災害プラットフォーム沖縄は防災キャンプの取り組みを通して自助と共助、そして地域の防災力を高める活動を中心に防災を考えている団体です。ということでね、その今日はねちょっと防災キャンプのお話というよりも、まあ、ひろこさんと一緒だから、ひろこさんのと一緒にやっている防災カフェプラット、この間ね、10月にその中間発表があってね、はい、でその時に私も聞いたいろんな話もあって、プラットのちょっと一回棚押しをしようかなって思ってまして、はい、まあ、というかのもう11月になってるので、あと11月に1回、12月に1回、これで一応プラットとしての活動は、そうと野外の、ね、活動は1回、2回で終わりになると、1月までですね。1月までか、1月まであるんだね、はい、ちょっとあと3回なんだね、うん、で今度2月にね最終の報告会をやったりするんだけど、はい、まあ、そもそも防災カフェプラットとは何かということを、まあ、皆さんもご存じないだろうからね、はい、まあ、そこから行こうかな、ね、本来今私とひろこさんはずっと言い続けてるこう防災を日常に、でそういう目的でね、新都心公園に行けば、そこに何か毎月第2日曜日に行けば、そこに何か防災に関する話をしている人たちがいるよ、でそこにプラッと立ち寄った時に、まあ、そこでいろんな防災に関わる自分が日頃から思ってるそう素朴な疑問とか、防災って何とか、何を用意したらいいのとかっていろんな話がね聞けますよってことで、まあ、毎月いろんなテーマをね設定して講師を呼んで、はい、楽しくワイワイガイガイやってるんだけどね、はい、まあ、ちょっと私の車がランドマークになってたのが最近は壊れてしまって、なかなか次は
もう11月からはちょっとデビューできそうもないんだけども、あまあ、ちょっとやばいけど ね、うん、やばいけどね、まあ、できそうもないんだけども、まあ、それだけじゃが防災カフェプラットではないからね、うんうんうん、ちなみに6月からやってるけど、うん、6月か8月で、はい、大人の参加人数ってどれぐらいだったんだっけな、大人が、4、50人いた、うん、いましたいました、子供も結構それぐらいだよね、子供はまあ半分ぐらいかな、うん、25ぐらい、ということでやっぱり100はいってないんだね、トータルね、100はいってないで、うんうん、そうそう、子供と大人合わせて50ちょっとでしたかね、そうそう、で目標が全部で、100名だから、そうそう、4ヶ月終わってのあと4ヶ月で100名は達成するねっていう、なるほどなるほど、まあ、そういう意味じゃね、その、まあ、数字ではもちろんないから、うん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 、だけど意外とね、うん、何やってんだ君たちはみたいなので、うん、立ち寄ってくれた人もいたりしたからね、はい、うんうんうん、そういう意味でそうそう防災カフェプラットそのものの目的はもう達成しつつあるなと私は感じてるのよね、そういう意味ではそのなかなかね、その今回我々がやってるラジオにしても、はい、うん、そんなにたくさんの人がこう毎日聞いてくれ、あの毎月毎週聞いてくれてるとは、うん、こうなかなかこう電波を通しては伝わってこないからね、本当に届いてるだろうかっていうメッセージが届いてるかって分かんないけど、うん、はい、実際に公園で座ってたら、うん、人が来てくれるから、うん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 、それは実感はあるよね、そうですね、うん、実感があるからすごい、そうそう、あのいい事業だったなと私自身は思ってて、ちょっと来年以降どうしようかなと思うもあるけどね、本当本当、なんか本当に、まあ、プラットっていう名前の通りね、散歩してたらとか、うんうんうん、ね、そういうところでなんだこれみたいな、そのそこで立ち寄ってくれる人も本当にね、まあ、毎回いらっしゃるじゃないですか、でちょっと話をして、うんうん、そういう場と的には面白いんだよね、うんうんうん、やってても楽しいから、うんうん、場的には続けていきたいなと思うんだけど、うんうんうん、まあ、予算的なものも一応年度内ということになってるからね、まあまあまあ今回はね、今回はね、ちょっとどういう形で次をこうつなげていくのかなっていうのがね、別の切り口でね、防災を日常にするということの取り組みを始めるというのもあるんだけど、これはまあ2月にやる予定のいろんなフォーラム的なところでいろんなテーマを絞っていって中身作っていくことになるかな、まあ、でもその何プラッと来る人もいるし、それこそあそこの場を、うん、そうね、地域のなんていうの、ね、会議の場みたいに走走する人だとか、うんうん、そういう人たちもいるし、なんかここに行ったら本当にこうなんていうの、まあ、専門家じゃないけど、ね、よく知ってる人たちがいて意見をもらえるとか、うんうん、そういうなんか役割もやっぱりね、ありましたよね、っていうかこれからもそうなんだけど、実際にそこに行けばいろんなアドバイスがもらえると思って、うん、わざわざ名護から来た人もいたし、そういう意味でその場所で、まあ、私たちが伝えられなかった部分もあるかもしれないけども、うん、やっぱそれなりにみんな満足して自分たちの答えを持って帰っていただいたところもあったしね、そう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 、評価されてると思う、だからなんかね、やっぱりこの定期でやってるっていう、ところもすごく大きいじゃないですか、だからなんかできればね、こうなんか違う形かもしれないけど、そのなんか何でも相談室じゃないけど、はいはいはい、そんなみたいな、う、ね、うん、でもそれだとこう中に入っちゃうとやっぱりね、あの目につかないっていうのがあるから、うん、そこでやってることにやっぱり意味はあるかなっていう、情報を知らなくて来た人がそれに触れられるっていうところがいいんだよね、それに変わるもんってなかなか作れないんだよ ね、うん、ね、だから、まあ、今回はなんていうの、それこそこう、テントをね、なんだっけ、あの大きいのシェード、パーティーシェード、パーティーシェードをね、大きいの貼って、でそこで、まあ、私たちが座っていてテーブル囲んでみたいな、そういう形だったけれど、まあもし次こうなんかもっと発展するんだったらば、それこそあんまりほら今やろうと思ってできてない、それこそなんか工作とかね、そうね、ワークショップとか、ね、そうそう、そういうのをなんかもっとなんか一歩進んでの仕掛けて、じゃあこれをやるよって、もう具体的な、でそこでなんか、子供たちでもね、ジジババアでもいいけど、そういうのでちょっと集めて何かをそうそうするとかね、そうだね、今度ね、その11月にうちの災害プラットフォーム沖縄の会員も含めて、その人の人材の棚卸しをするんだよね、でその時にやっぱりうちのメンバーの面白い人がたくさんいるから、でそういうところで発掘してきた人材のスキルというか、個人のスキルをね、どっかでこう発表できる場にしていくっていう手もあるよね、確かにね、今のそうですね、まあ、うちのダンボール工作とかもあるけど、それ以外のね、
そうですよね。そうなんだよ。そうね、そういうのもいいかもね、うん、例えばこの間昨日ちょっとたまたま話してたのね、うん、そのナースやってる女性で、うんうんうん、うちの会員になってくれた女性の彼女は、はい、実はあの東日本大震災の時に東京にいたんだって、うんうん、あの揺れを私は、あの体で感じましたという話をしてた。でそういう意味で多かれ少なかれね、うん、我々のメンバーの中にもそういう過去にどういうプロフィールを持ってて、例えばね私が会社を経営してた人間であると同時に、うん、ひろこさんは、うん、あの CA やってたっていう、うん、そういう経験ってなかなかね、うん、その私は知ってるけど、うんうん、お互い知ってるけど、はい、ラジオやってるから、うん、だけどそれをそのフラッと来た人たちでシェアする場面、うんうん、経験をシェアする場面、うんうん、こういう形でも面白いよね。確かに、それは棚卸しして人がどういうことを思ってるかっていうことが見えてくれば、うん、1年間のスケジュールなんかすぐ終わるよね、うんうんうん、そうですよね。月1だからね、そこを担当してもらってみたいな。そう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 、そういうスタイルもありだなと。そうですね、確かに確かに、まあ、ちょっと今この時期だからね、うん、11月12月1月あと3回残り3回なってきた中で、うんうん、やっぱり予算がないからやめるっていうのもなんか惜しい気がするし、そうですよね、ほんとほんと。かつてじゃあ、まあうん、月1の努力を我々だけで担うのも大変だから、そういう意味ではもうみんなで一緒にシェアできるような。そうですね、ほんとほんと。なんかこうね、回していってこうなんか月バトンタッチ、じゃあ次はあなたねみたいな、そう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 いうのがこうねできれば、うん、みんなでね、材料を全部ごっそり車にガサッと積んで、うん、結構荷物あるからね、うん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 、そうですよね、とかなんかそうね、うーん、そうだね。それかなんかまあ今新都心公園那覇市っていうね、うん、限定してるけれども、それをなんかもっと市を超えての県単位での、じゃあ来月は宜野湾市ねとか浦添市のここねとか、あいいね、そういうのもいいかも。あいい、ね、場所も書いてね。そう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 、するといろんな市町村とのいろんなそうですよコネクションもできるしね、うん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 、まあ、ちょっと今回我々が宜野湾市とねいろんな深いコネクションを作ってるから、そういう意味でその1年で単体で終わらせたくないなっていうのもあるのよね。まあもちろん来年同じような事業来るかもしれないけどね。まあまあまあね、終わらせたくないなってのもあるからな。そうですね、糸満市はありだよね。ありありあり、糸満市はもういっぱいそういう熱意のある人いっぱいいるからね、やる場所もあるしね。そうだからね、なんか三都市持ち回りとか、ああいいね。いやまあゲリラ的にやるってもあるんだけど、まあ告知してどれだけのいっぱい目につく人が来てくれるかっていう問題もあるから、まあまあね、うん、そうですね、そうそう、なんかそういうのもいいかもね。3ヶ月ごととか例えばね、もし、うんうん、1ヶ月ごとじゃ大変だし定着しないから、そうそうね、なんか456は那覇市、789は糸満市、ああなるほど、うんうん、101112が宜野湾市みたいな。これはあのぜひちょっと来年ね、毎年うちの団体は3月いっぱいで年間の事業計画をいろいろみんなで議論して作っていってるんだけど、まあ3月中だから2月のそのフォーラム終わった後、どっかでこうあの次年度のお話をする機会を向けて、その中でその次の発展的プラットのね、あのやり方っていう議論する場があってね、ほんとほんとね。でそこにほら今度さ、まあ、Jボワードさんね、そうそうそう、それね、お手伝いいただいてっていうところで、もっとネットワークがさ全国になるわけじゃん。そうですね、うんうん、っていうところではやれることももっとね増えてくるよね。そう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 、新しい切り口がまだそこで生まれてくるかもしれないしね、うんうん、その我々が今回 Jボワードさんと一緒にやろうとしている、うん、その災害時ネットワークっていうのの形がまだ見えてないから、はい、これも2月のこのプラットの総括と合わせてね、うん、何かやろうって話をしてるからね、はい、その中でやっぱりその災害時ネットワークに絡めた、プラット防災を勉強するような場であったり、その地域との関係性を作るであったりっていうものをこう兼ね備えた、そういう事業にする手があるね、ね、そうそう、まあ、それかあとは、そうですね、テーマを、まあ、今回ほら、講師がね各テーマをっていうところだったけれど、 その本当にもうじゃあ今月は、何例えばペットで、もうペット関係の人たちをもっともっと招待してみたいな、そういうのもありかもしれないし、これもひろこさんでしかできない世界観がそこで作れるわけだからね、とかそうそう、もう本当に関連する獣医師会
をね呼ぶとか、あいい、ね、そう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 、そういう公園に呼ぶのもなんか申し訳ないな気がするけど、いや公園っていうか、だからそのさ、だからプラットのあれだから、なんとなくみんなも参加できるけど、そう本当はそういう人たちもいてっていう、なんか、うん、情報連絡会議のもっとなんかプラット場みたいな、プラット場みたいな、各分野のね、うん、それもぜひ予算取らなきゃいけないね。本当ですね。そうですね、予算必要になってくるんですか。沖縄県でないのかな。ね、だね。まあ、那覇市はね、ここいろいろまでいろんな形でお世話になってきてるから、うん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 、次はちょっと別の段階でね、うんうん、その予算取るかも、ね、必要があるかもしれないね。いろいろでもね、なんか、うん、出てきますね。出てきますね。出てきますね。そうそうそう、出てきますね。やりたいことはね。まあ、じゃあちょっとじゃあ総括的には、うん、あのひろこさん的にはこんな感じですかね。うん、そうですね、今、はい、あと半分だからね、あと半分だからね、あと半分か、6月からやってるから、あと半分だ、ちょっと中間的なところだもんね、うん、今ね、そう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 なんです、うん、そう、うん、まあ、この間の、ね、中間報告会私も聞いてて思ったのはやっぱりもうみんな、うん、あちょっとこれは他の授業とは違うなとみんな見てたような感じがするよ。他の授業とは、いや他の授業も素晴らしい授業いっぱいあったけど、あったけど、うん、やっぱりちょっと発想っていうか、ね、我々、うんうん、の防災カフェプラットっていうのは、うんうん、一般市民に対して、うんうん、で、ね、告知がどうなってますかっていう質問があったけど、あ、はいはい、ありましたね、うん、もう本来ね公園でやっててプラットを立ち寄ってもらうわけだから告知は必要ないまあラジオで行ったりしてたりするけど、でもやっぱり基本的には告知せずに来た人たちを対象にしてるからね、まあその辺がちょっとあのまだ少し理解浸透足りないのかなとは思ったけど、まあ、自前手前味噌で申し訳ないが、すごいなんか他の授業に比べたらすごく評価されてたのかなと自画自賛しました、うん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 、まあまあそのなんかね広いからね、その間口が広い、ね、そう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 、対象も広いしっていうところだから、そう、そういう意味ではね、なんかこのね、もう10月終わって11月か、うん、11月12月1月、うんうん、で2月のっていうところで、ね、うんうん、まあちょっとね毎月じゃあどうするみたいな、本当にみんなで考えつつ、そうだね、うんうんうん、あのいきなり2月終わってからっていうよりもずっと考えつつね、うん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 、今みたいな話ができればよね、やっぱりその発展的に終わらすのもったいないなと私自身は思ってるのでね、そういうような場を作っていかないといけないな、はい、はい、と思います。 BGM が少し中間止まったところで一回ちょっとここで置きましょうね。はい、毎月第2日曜日は那覇新都心公園へ、私たち一般社団法人 DMPO 災害プラットフォーム沖縄と一般社団法人 HDC 人も犬も猫も幸せな街作りたい沖縄は、毎月第2日曜日那覇新都心公園緑化センター前集合でワンコと一緒にワンワンゴミ拾いをしています。そして新都心公園緑化センター隣の芝生広場で防災を日常にをテーマに防災ユンタクどころ防災カフェプラットを開催しています。毎月変わる防災テーマを日曜日の楽しいひととき、ご一緒にユンタクしませんか。ワンワンゴミ拾いは朝8時から9時、防災カフェプラットは朝10時から13時までやっています。詳しくは Facebook、Instagram でお知らせします。もちろん参加無料ですが、飲み物やお昼ご飯などは持ってきてくださいね。多くの皆様のお越しをお待ちしています。はい、帰ってまいりました沖縄ピーキャンプです。楽しいキャンプが防災につながるをテーマにお届けする防災情報チャンネルです。災害防災キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報も今日も三重橋にあります FM 那覇のスタジオから収録でお届けしています。今日は11月の3日です。よろしくお願いいたします。最後の最後のコーナーになっちゃいました、災害プラットフォームのコーナーです。DMPO 一般社団法人災害プラットフォーム沖縄は、役割は自助と共助の先にある公助から被災者を誰一人として取り残さないための活動でもあります。
被災者と工場の、ね、ちょうど中間支援の目的とする団体でもあります。まあ、昨日は、ね、ちょっと工場の、ね、お話をいろいろ役所の方でさせていただいたんですけども、そういう意味ではその工場役所の方々のやるべきことたくさんある。でその中で、まあ、被災者はその実際に災害に遭ってしまってどうしていいかわからない時にやっぱり救いの手、命を守る行動もそうだけど、避難所に行って命を落とす人もたくさんいるから、そういう人たちのために何をしてあげられるかということでね。でそういう最後のコーナーの、その災害プラットフォームのコーナーのテーマは今日はですね、SSTG、まあ、ちょっと聞き慣れでしょうけど、シェルターシミュレーション、トレーニングという意味ね、これを宜野湾の G をつけて SSTG と呼んでます。避難所運営訓練ですね、平たく言えばね。一般的にね、そのどこの市町村でもその避難所というのを想定して運営訓練をやってるみたいなんですけど、うん、中身はねすごく千差万別でね、うん、実際にはその避難所っていうのは皆さんご存じないかもしれないけど、公設公営なんですよ。うん、市町村がその地域防災計画に基づいて避難してくる人たちのための避難所を開設します。それで例えば小学校の指定避難所と言われてて、小学校の体育館とかね、うん、公民館とかに指定避難所をこう開設すると、そこに職員が派遣されて公営っていうか、ね、運営をね役所がするということになってるけど、実際にはね、うん、そうはいかない。その来たこともない小学校の体育館に、うん、いきなり派遣されて、あなたはそこの責任者ですよって言われてもまごまごするばかりで、うんうんうん、でいろんなクレームが上がってくる。矢面に立つわけですよね、工場ってね、はい、うん、何でもね、でそういう矢面に立たされた時に、じゃあ、まあ、管理職はまあ私も、うん、入って何年かしか経たない人たちが、君たちは市民を救うのが仕事だろうって、水をよこせ、ご飯よこせ、寒くて寝れないだろうっていうようなクレームがね、もし来たとしたら、そういう人たちはもう本当に人生にとって最悪の日になっちゃうね、うんうんうん、だそうはならないようにするにはやっぱり何が必要かっていうと、やっぱり誰がそれを運営するのかっていうことをね、うん、今のうちに考えておかなきゃいけないっていうことですよね。ちなみに、まあ、ひろこさんも知ってるから、まあ、質問にはならないんだけどね、うん、質問にならないけど、避難所に何があって何がないかって皆さんは聞いたことありますかね。避難所っていうイメージもできないよね、うん、多分ね、うん、確かにね、初めてだけどね、うんうん、自分が避難する、まあ、沖縄の場合は台風避難っていうのはあるけど、うんうん、沖縄の台風避難の場合は、まあ、したことある人もいるかもしれないけど、市役所のね、うん、1階のロビーのところの小部屋が大体部屋になったり、はい、前回台風6号の時には、市役所の1階の市民の広場みたいなところに、うんうん、パーテーションがずらっと立ち並んで、はい、そこで休めるようになってたりもしてたんだけどね、うんうん、実際には何があるか、パーテーションしかなかった台風の時はそうだけどね、台風の時にはもうそれこそ寒ければ毛布も出すかもしれないけど、そういう毛布を出すとね、役所的には非常に面倒くさいね、一、うん、回出すとまた洗濯しなきゃいけない、面倒くさいね、まあ、それを持ってくるのも大変ですよ、ね、そういう意味でパーテーションはね、うん、最悪として出さなきゃいけないから、うん、パーテーションはその代わり数に限りあるけどね、うんうん、そうですね、うん、あのベッドもあるんじゃないの、コットもねあるんだけど、うん、台風6号の時は出してたのかな、そうですかね、中身まだ見てないな、うんうん、でも、まあ、出してたかもね、うんうんうん、あれをパーテーション出したってことは出さなかったら意味ないもんね、うんうん、でもいつものパターンのね、台風避難の避難所になってるところはあれは自主避難所であって指定してるわけじゃないから、う、ね、はい、うんうん、役所的には、うん、あれは別に避難所じゃなくて自主的に来てるだけですよって言い訳ができるわけよ、うん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 、この言葉って非常に変だよね、ま、なんかね、また言い訳ね、うん、指定避難所は面倒見なきゃいけないけど、うん、自主避難所は面倒見なくてもいいよみたいな、ね、なんかそう逃げが匂うんだよね、まあ、これちょっと役所避難になるからやっぱりもう以上言わないけど、実際に私も行ってみたんですよね、そしたら市役所の入ってすぐ左側のところに小部屋のね会議室みたいなところにね椅子がずらっと並べてあって、でテレビがつけてあって椅子に座ってテレビ見てるだけなんだよ、それ以上でもそれ以下でもない、まあ、まあ飲み物も何もないし、自分で自動販売機で買ってきて飲みつつ、椅子に座って時間の経過を待つ、まあ、テレビで台風情報を見るみたいなね、まあ、だけどこれは短時間ね、台風だから行き過ぎるまで、まあ、長い時はもう3日ぐらいかかっちゃう時もあるけど、そうであっても大体一晩そこで過ごせばそこそこ見えてくるけど、だけどね、やっぱり実際に自分の家が流されたり、
それから住むも帰るところなかったら、うん、そこが家になるんだよね、うん、そうすると自分が持ってきたもの以外は何もない、うん、例えば、うん、まあ、基本的に避難所には、うん、これはまあ何もないですよというふうにはなってるんだよ、うん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 、水があったりパーティションがあったりベッドがあったりというのは、まあ、プラスアルファのオプション的なもので、実際には何もないんですよね。その何もないという想定で考えてる人がどれぐらいいるだろう。あ、確かにね。なんか食料とかもあそこに行けばもらえるみたいな、そういう考えですよね、みんなね。だよね、だよね。役所用意してくれてるだろうみたいなね。そうそうそう、まあ、非常食持ってるだろうし、うん、水ももちろんくれるだろうし、至れり尽くせり、本当本当と思うよね、普通ね、うんうん、まあ、と思ってると思うな。実はね、そうじゃないんですよ。ですよね、うん、そうじゃないんです、うん、放送聞いてる皆さん、ぜひちょっとそれは肝に銘じておいてくださいよ、うん、ね。自分の食べるものは最低3日分ぐらいは持って避難所に行きましょうね、うんうんうん、でそれとやっぱりこう着慣れてる服であったり、その寒さ、うん、寒い時にどうやってこう、ね、あの寒さを防ぐか、うん、温まるか、こういったものも考えておかなきゃ本当にいけないんだよね、はい、うん、でまあ、なんといっても食料が大きいかな。そうですね、うん、食料、水とね、水とね、水と食料ね、うん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 、避難所に何があって何がないかっていうことのは、うん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 、ぜひちょっとこれは共通認識で皆さんぜひ頭の中に入れておいてほしい、うんうんうん、ね。なんかそれこそほら、こんなにこういう布団じゃないと眠れないとかさ、あるかもしれないけど、なんかそれもこうなんで持ち運べるような、そのね、自分が持ってくれるようなキャンプのほら、そうだね、あの寝袋、ま、マットとかね、寝袋とかね、うんうんうん、そう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 、ね、そういうので寝るね、あのなんていうの、普段からちょっと練習しとくと、そうそうそう、そういうことなんだよ、ね、それが防災キャップなんだけどね、うんうん、私ね、まだね、あのね、キャンプのマットに寝てるの今。あ、いいお家で。あ、そうか、まだ引っ越し全部終わってないよ、うん、全部っていうか、そうそう、まあ、終わってない、終わってないんだか終わってんだかよくわかんないような状態ですけど、まだ寝てるのそれで。そうそうそう、でもね、なかなか快適なんですよ。あ、まあ、まあ、あれでだってさ、1ヶ月以上寝てるんだけど、うん、1ヶ月以上寝てるんだ、うんうん、持っておいでよ、そろそろマットぐらい。そう、いやでもほら、あっちでもね使うから、うん、だったら別にまあいいかと思って、二重生活だね。そう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 、なんだけど、でもそういう本当になんかね、普段使ってる、だからあのキャンプ用のテーブルとかも使ってるし、そうなんか、いやいやいや、私のね、あの四国の友達はね、うん、もう30年ぐらい、うん、ずっと寝袋で寝てるやつがいる、夫婦だよ。はあ、要するに何かというと、ベッドは、うん、ベッドの上に、うん、タラコのように寝袋に転がった二人が寝てる。いや本当だよ、モンベルの赤い寝袋だからタラコだよ、ほとんど、タラコが二つ転がってるみたいな、本人たちがすればもうそれに慣れてしまってるから、うんうん、布団って今更布団寝る気はしないと、布団ってめんどくせえというわけですよ、うん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 、重たいし、確かに干すのも大変だし、はい、寝袋干すの簡単だし、うん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 、やっぱそういう慣れというのはやっぱ大事かな。そうですよね、うん、だそれでなんかこう、何、ちゃんと快適に眠れれば別にいいわけじゃん、それで。そう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 、うん、そういうこと、ね、うん、ですよね。でそれが寝袋なんてって思ってるのはやってない人の、ね、考えであって、うん、偏見だね。そう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 。それで寝てみたら、あら、なんかね、快適だった、快適快適、包まれてる感じがあってね。そうそうそう、ありますよね。あるある、だって毛布とかはさ、絶対さ、蹴飛ばしてさ、なくなっちゃうし、そうそうそう、足が出ちゃう。そう、うん、寒い思いするね、足が出てね。だからそう、冬には絶対いいですよ、寝袋ね。寝袋ごとゴロゴロくるくる回転できるし、うん、回転できるしね、ゴロゴロ回転するんだ。いや、膝も曲げられるし、うん、全然普通に寝れるよ。そうですよね、うん、私はもう寝袋でしか寝てきてないから、あんまり、うん、え、いや、ずっともちろん布団もあるけど、うん、あるけど寝袋が楽だと思ってる人間だから。あ、え、普段寝袋で寝てるんですか。いや、寝てないですよ。だから前々号は旅のうちの年間で100日以上は寝てるから、うんうんうん、その時は寝袋もちろん、あ、寝袋なんだ、あれ。寝袋なんですよ。あ、なるほど。寝袋ももう、あの春夏秋冬どころか、うんうん、季節に応じていくらつ何パターンも持ってて、うーん、シーツも持ってますよ、寝袋。うーん、え、寝袋のシーツって何ですか。あ、知らない。寝袋の中に入れて汚さないように使うシーツがある、うん、え、それ寝袋用の。寝袋用の、はあ、でそれから、あの寝袋用の外側のシーツもあるの。え、地面についても汚れないような外シーツ、うん、寝袋を中に入れて使うタイプ、うん、で何気に寒い冬はそれに入れておくとまださらに暖かい、うん、とか寝袋を三重にして寝たりなんか私も寝袋の種類だけでいくつ持ってるからすごいね。さらに買っちゃったもんね、これね。
またかってそうそう、だから逆にその防災キャンプ私がいつも行く時には、うんうんうん、そのどの寝袋でどの装備行こうかなって考えるのが楽しいね、うんうんうん、どうする？なるほどね、今度あの11月の今度ね、私ね、あの泊まれないんだよね。あ、泊まれないんだ。そうそう、次の日からちょっと名古屋に行かなきゃいけないから、そうか、夜に帰んなきゃいけないんです。あ、そういうことね。そうそうそう、でも11月だったらもうさ、寒いからさ、寝袋絶対必要ですよね。絶対必要ですよ。ですよね。もう私はもう防寒用のキャンプのベッドの上にかぶせる綿の入ったマットレスまで持ってる。どんだけそれ。どんだけ、だからそういう意味じゃ、その自分のね、うん、好きなものを全部持ち出すことができたとすれば、それはもう家にいる時よりも快適に暮らせるという。そうですよね。いいんですよ。そう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 、うん、だからやっぱりさ、みんなね、一回ちょっとうちで寝袋で寝るとか、そう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 、そういうのをちゃんと体験した方がいいよね。うちの、うん、のこんなこと言っちゃうんだけど、事務局長の宮平未来っていうのがいましてね。だってうちの中でテント張ってるからね。そうだ、そこだよ、言いたかったの。家の中でテントで寝てって言うんだから。いや、理屈は合ってるよ。うん、まあまあまあ、うん、あったかいって言ってた、うん、冬寒い時に、ね、天井までの高さ、うんうん、2メーター50センチぐらいの高さの幅の部分を全部温める必要ないわけだから、うんうん、そうですよね、そこね、自分の空間、ね、テントの中だけ本当に、うん、温めて、ね、ぬくぬくとベッコのなんていう寝袋で寝るんで。そうですよね、うん、まあ、出して、まあ、プライベート空間全くのね、うん、中で何してようが、そうだよ、笑ってようが泣いてようが、そうだよそうだよ、本当だ、まあ、テントの中でしくしく泣いてるってちょっとあんまりいいならないけど。でもいいですよね、お家で、お家でキャンプをちょっとね、うん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 、私もよく推奨しましょう。よくやってました昔、あの家の中のテーブルは全部キャンプテーブル、うん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 、全部椅子もキャンプ、キャンプチェア、うんうん、で使ってる道具も全部メスティンであったり、うんうんうん、キャンプの道具で煮炊きして、そういえばそうそう、あのメスティンって思い出したけど、うちの旦那がほら今あの、ね、一人あの単身赴任でね、はいはい、暮らしてますけど、メスティンでご飯炊いてるの今。すごいね、お家で。そうそうそう、もう完璧になった、使ってんだみたいな、うん、なったと思った、自動でも炊飯器はもう使ってないんだ。そうそう、炊飯器とかなくって、すごいすごい、と思って。美味しいよね、メスティンのご飯、うん、メスティン美味しい、美味しい、うん、メスティンって皆さんご存知ないかもしれないけど、細長い弁当箱みたいなね、アルミでできたやつでね、蓋付きでね、そうそうそう、まあ飯盒みたいなね、炊き方するんだけど、うんうん、まあ、そういう意味じゃ、その普通に炊飯器で炊くよりも私も好きだな。そうですよ、直火だし ね、あんなにだってさ、美味しく炊けると思わなかったし、うん、うん、そうなんだ、すごい、まあ、その辺がちょっとね、キャンプ道具の面白さっていうのはそこなんだよな、うん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 、普段食べてるものよりもちょっと違う、一味違う味になったり、うん、なんかその ね、ワクワクするといったら、うんうん、まあ、俺だけかな、ワクワクするの。いや、でもだってほら、いろいろ欲しくなるし、いいと思います。いいと思います ね、だからそういう意味では、その日常的にそういうものを使っておくと、うん、そうそう、避難所にいた時に、そうですよ、必ず役に立つと、うんうんうん、そういう意味では避難所には何もないんだよっていう、そうね、そこに自分がいかに快適に暮らすか、うんうんうん、やっぱりでも避難所で一番このだから何もないっていう状況で、自分が何がないとなんかストレスになるかっていうところですよね。そうそう、そこだよ、大事なのは、ね、そう、絶対これだけ譲れないっていうのもあるよね、うん、そう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 、枕の人もいるかもしれないし、うんうんうん、ね、それこそなんか人の目が気になるとかだったら、なんか、まあ、テントじゃないけどね、そういうなんか目隠しになる何かを持ってれば、うんうん、とりあえずは、とりあえずは、うん、この間買ったみたいにポンと投げれば勝手に立つというテントとか。そう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 、だからそれはね、人それぞれだけど、人それぞれだけどね、うんうん、でもそういうのがやっぱり自分があるだけで落ち着くとか、そう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 、なんかその救われた感じがする必要はあるよ、うんうんうん、やっぱそういう意味でその避難所生活って聞くと非常に悲壮感が漂うけど、うんうん、私的にはその、まあ、準備がしてればだけど、うんうんうん、悲壮感のないすごい快適な避難所生活がもし待ってたとすれば、あ、この自分の余裕のある時に人のことができるという感じかな、どっちかというとね、そうですね、うん、確かにね、自分が余裕な方は何もできないもんね。まあまあ、本当本当。でもさ、そういう意味ではなんか今思ったけど、そのね、あの地域防災リーダーとかってさ、リーダーは、うん、まあ、余裕も必要っていうか、余裕がないと、そう、さっきのね、人のことができないっていうところなので、うん、自分がだからいかにそのなんか頑張れるかっていう、なんかグッズとか、そう、テンション上がるか、そう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 ね、なんか音楽かもしれないけど、そういうのをなんか聞いたりとか、なんか自分に、普段の自分に戻れる何かをね、ちょっと、飛行機乗ってる時もそんなのあった？なんか自分の持ってるものとかで、自分の持って
てるものとかはなかったかな。だけどテンション上げるの、テンション上げるっていうよりも逆になんかほらすごいこう文句言われたりとか、なんかちょっと失敗したりだとか、まあ、新人の頃はね、先輩になんか怒られてとか、そういうところでほらなんか暗い顔になったり絶対泣かなかったけど、だけどそのこいつみたいなのがあるよないですか。そうそう、だそれをこうなんか切り替えるのにトイレに入って笑顔になるっていうのをやってました。あ、なるほどね、うん、鏡があるもんね。そう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 、ね、そうそうそうか、そうか、一人になれるのはトイレじゃん、だからとにかくトイレに入って次なんかしなきゃいけないと思ったらそこで切り替えて、でまずは鏡で笑顔、あ、オッケーって言って出ていくみたいなね。大事だね、大事だね、切り替えって、やっぱりそれができてないとずっと一緒にいるからね、お客さんとね。そう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 ですね、クルーも嫌な人がいたとしてもずっと一緒にいなきゃいけないからね、フライト中は、そうなんだよね、そういう意味では避難所も同じなんだよね。そうですね、確かに限られた人たちの中で結局ずっと生活暮らすわけだから、その切り替える場所、切り替えるタイミングで切り替える道具、そういうものをやっぱちょっと頭の中で意識した方がいいかな。そうですよね、本当本当、なんかね、あの持ち出し物が何とかってこうあるけれど、普通にね、だけどその中でじゃあ本当に絶対なきゃいけないものは何なのかっていう、そこをちょっとね、そこちゃんと、そこそこ、あのバッテリーの会社のハンドブックじゃないけどそこには書いてないものがあるのよねそうよ、自分のね、やっぱりね、そうそう、自分の取説じゃないけど、そういうのをちゃんとね、あの一般的なものじゃなくてそこを知ってるか知らないかで大違いですね。そうだね、私は何だろうな、ナイフかな、ナイフ、はい、私はねどっちかっていうとナイフ一本あれば何でもできるという自信があるので、ナイフ何でもって例えばどういうの、まあ、ご飯食べるのはそうで、まあ、要するに最悪ご飯も倒せて食べれるよ、食べれるし、れ火を起こせる、それからお箸が作れる、爪楊枝が作れる、で自分の身を隠すためのシェルターも作れる。ほう、要するに繊維の多い植物を切るときにはナイフがないと切れない、確かに、で木で枠を作ってその上に雨が入らないようにするために葉っぱを拾ってきて、それをかぶせてシェルターにするから、その時に素手でできないことはナイフが1本あるだけで全部いろんなことできちゃう。なるほど、だから私にとってはナイフはサバイバルの道具の一番大事なものなんだよね。なるほどね、だからそういう意味では人によって様々だけど、私もまあナイフフェチといったら非常に危険人物に思われてしまうかもしれないけど公共の電波で大丈夫ですか。大丈夫ですよ、いやナイフはまあ商売してる人もいるから、私家にもそれこそ40本ぐらいあるので、すごい、持って歩く分はね、一つ二つで、一応なんていうか銃刀法違反ならない範囲の短いやつを一本持って歩いてるんだけど、それ以外でキャンプに行ったりするときはもうケースバイケースでいろんなもん持って歩いてるの実は。なるほど、そうか、薪を割りようとか、お火を起こしようとかすごいね、すごいよ、まあ、そういう意味で女性はねあんまりそういう刃物に対して ね、潜入あの思い入れはないだろうけど、ないかもしれないけど、そういう意味でそのひろこさんがさっき言った鏡で見ると同じように、私はナイフを眺めることによってこれで何ができるかってことを想像するだけで切り替えができる、なるほど、もう何でも、だから嫌なことも忘れられるのかもしれない、ナイフが、そうそう、ナイフを買った時のワクワク感を思い出すみたいな、大事大事、いや大変だよ、ね、どこ行っても必ずどっか行くと必ずどっかのナイフ屋さん探してるもんそうなの、事前情報を調べといてね特に海外行ったらね、海外行ったら日本で手に入らないもんいっぱいあるからね、へえ、いやいや、もう その辺のナイフの話止まらないから、そうそう止めて、すごいんちゃうそうそう止めて、ナイフの話でいいのも、あとね、あと2分半ぐらい、ね、ちょっとぜひとも言っておきたかったところがあって、あのいつもやってるね避難所運営訓練の中で、今特に私が力入れてるやり方は、はい、ハグって言われてるその避難所運営ゲームっていうのが一般的に言われてて、静岡県の方で作ったやつなんだけど、はい、これは非常に優れてるのは、受付に来た人たちがいろんな人のパターンが来る、それを瞬時に判断してどこにそう寝てもらうかとか居場所を作るかっていうことを試されるゲームなんだけど、これはこれで素晴らしいと思う、はい、でこれすごい片輪なのは、受付でのゾーニングしか念頭にしてないから、それ以外のことって避難所いっぱいあるんだよね、やること、はい、本当はその避難所の中で最も大事なことはセキュリティであったり、その人に対するその心のケアであったり、でそこに持ってくる人たちのいろんな受援、
いろんなものの支援が集まってきた時の支援をこういかにコントロールするかとか、はい、で役所とのコミュニケーションをどうするかとか、うん、で人たちのいろんなこう息抜きの場をどう作るのかとか、うん、そういう意味で多岐多様にわたるわけ、うん、それを、ね、私今避難所運営訓練の中では4つほどに分けて、はい、ジャンルを、うんうん、まあ、総務情報っていうそういう受付系の総務情報で、それからあとは運営ゾーニングということをやるところのセクション、うんうん、その場にどういうものが場面が必要なのか、うん、ミーティングする場所であったり寝る場所と以外にね、うん、でみんなで集まっていていろんな日常的なことをこう嫌なことを忘れる、うん、切り替えをする場を持ってあげたりする場所、それから生活環境っていうのはその自分の健康管理であったりいろんな嫌なことの相談窓口であったり、お医者さんとの相談であったり、であとはもう最後に一番大事なと私は思ってるのは受援物流といってね、うん、人からの援助をいかにうまく受け止めるか、それでね、うん、まあ、そういう意味でちょっともうだいぶ時間過ぎちゃいました。もうそろそろお時間となりました、はい、11月の3日、収録でお届けしてました、沖縄 B キャンプ、これでお別れになります。今日もまた皆さん楽しい時間を過ごしてください。もうちょっとあと20秒、20秒あるのもうこう手の動きがね見えなかった、手の動きが見えなかったからね、ちょっと私に今手元にはねそんなたくさん時間ないように見えたんだけどねまあいいや、うん、でまあそういう意味じゃね、うん、避難所っていうのは日常生活をも、はい、の送る場でもあるから、うん、そういう場所をうまく快適に過ごすために日頃からやらなきゃいけないことがあるでしょうということ で、ね、今日のテーマはそういうところに着目しました。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。